はい、では次ですね、ケイさん。第二次成長期、いつ頃始まるんですかね。僕は中1の中盤に170くらい伸びて、そこから今までに至るんですが、第二次成長期は人それぞれってことですかね、ということで。第二次成長期ですね、もう一度振り返ってみたいんですけど、成長期っていうのはですね、思春期が始まると、世間的には成長期という言葉になりますので、そこのことを指しているので、それが何歳くらいかっていうことで、ちょっとここ一緒に勉強していきましょう。直接共有できないんですけども、とある医療センターの記事をですね、少しお話しさせていただきたいです。まず女の子の方なんですけども、だいたい10歳半ぐらいでお胸が膨らんできて、身長伸びのピーク、それがだいたい11歳頃やってきて、半減期的に身長伸びが落ちてくるっていうような表現がありますので、そういった意味でですね、10歳からですね、思春期が始まってくる、もうちょっとですね、厳しく見積もると9歳頃から始まってくるという表現になってくると思います。男性の頃ですと11歳半ぐらいですね、精巣容量、そちらの方が4ミリリットルに達成すると思春期が始まるというふうに表現します。ただし実際ですね、4ミリリットルのね、精巣って言われてもね、なかなかイメージ湧かないと思うので、芋が入るぐらいの時期をですね、一つの目安としてすることも多いですけども、大体それが11歳とか11歳半ぐらいというのがこちらのデータになってきます。ただし私の方で実際にいろいろとこう見させていただいたりとか、それこそ YouTube でアンケートを取ったりすると、もう少し陰毛が入る時期というのは遅いようにも思います。で、身長伸びがですね、大体13歳頃というふうに言われていて、そこからですね、身長伸びがピークが落ちてくるような形になりますので、こちらがですね、一通りの答えになるかと思いますけど、参考になりましたでしょうか。あとね、これ最後のところで、第二成長期は人それぞれってことですかねってことなんですけど、人それぞれで間違いありません。なので早熟っていう表現や晩熟っていう表現はね、私はよく使っています。大体の目安なんですけども、超晩熟、超早熟が2年分、早熟晩熟ぐらいは1年分ぐらいのですね、差があるようなイメージでいただくといいんじゃないでしょうか。はい、次の方ですね、Kさんということで、14歳0ヶ月165センチ、13歳0ヶ月160センチ、12歳0ヶ月151センチで、お父様が160センチ、お母様が155センチ、自分は晩熟ですかということで、まだ170センチいきますかってことなんですけども、いつもの成長シートを使いながら説明していきたいと思います。成長シートね、ご希望の方は LINE の方ね、スクショで送ってください。はい、ということで、こちらも見させていただくと、ほとんどですね、真ん中に揃ってて、特に右にも左にもシフトしなくて落ち着いているようなグラフになりますね。この方はですね、基本的にはその真下に降りるような表現になりますので、 172.8 から 173.6 というのがですね、予想される身長になって、半熟という表現ではないと思いますので、そこが一つの答えになります。このデータだけでいくと、170センチは十分に超えるというふうな表現がですね、できるかなと思います。ただし、お父さんが160センチとお母さんが155センチになりますので、遺伝身長の方は164センチになりますので、他のですね、ちょっと身長データとかを見させていただいたりだとか、採血の結果によってはね、かなり早熟ですね。ということで、今のですね、172.8 から 173.6 というですね、予想よりもかなり下方修正した予想をですね、お伝えすることもありますので、ご注意ください。はい、次ですね、T さん、縄跳びなどの骨に縦の負荷をかけると背が伸びるっていうのは本当でしょうかということで、ここに関してですね、めちゃくちゃいいというような表現できないと思うんですけど、幾分かいいんじゃないでしょうかってね、表現ができると思いますけど、いかがでしょうか。はい、次が、Tさんのね、最終身長予測お願いしますということで、こちらの方ですね、まず成長シートのね、当てはめるとこんなような感じになります。今回の成長シートはまず特徴としては、マイナス 1SD と呼ばれるようなところですね。最終身長166になる程度のところからスタートして、こう左に行ったり右に行ったりということで、カーブが激しいのが特徴になりますので、まず身長の記録が本当に正しかったかなというのはね、そこがまず、ね、注意が必要になるんですけども、少なくともですね、マイナス 2SD かマイナス 1SD の間でここで推移しているということは間違いないですので、まずそこがですね、一つの目安になります。いきなりですね、170センチ行くとかといったような感じじゃないなというのをまずね、お伝えするようなポイントになってくると思います。その中で今回ね、そこまでご希望の数値も高くなくて165ぐらいを目指していらっしゃるということなんですけども、現時点ですね、15歳と9ヶ月 157.4 センチということで、成長シートを見ていただくと、単純計算でいくと 160.0 センチメートルに向かっていることがわかります。それに対して12歳5から10ヶ月で陰毛が生えて声変わりということで、こちらの方はですね、平均的な印象になりますので、思春期のデータだけでいくと真下に折れる傾向が強いというふうに言えるかもしれませんので、160センチ前後かなというような印象になります。ただし少し厳しめに見なくちゃいけない内容としては、14歳1ヶ月から15歳9ヶ月までのですね、約1年と8ヶ月の間での身長伸び率が非常に低下傾向にあって、グラフで言うと左に移行している傾向が強いですね。そういった意味と、今後ですね、左に行く傾向が強い可能性がありますので、そこもちょっと注意が必要になります。こういうパターンですと、やはりですね、採血とレントゲンとって時に採血上の LP の値確認して、どれくらいまだ伸び率が残っているのか、あとレントゲン見て、骨端差状況見て判断していくといいと思います。このデータだけでいくと165センチいくってなかなか難しい印象に思いますけど、諦めずに最後まで、ね、頑張っていただければと思います。はい、次ですね、Kさんということで、こちらが最終身
値予測お願いします。ここで6歳4ヶ月から14歳4ヶ月データいただいております。まあ、いつもでまず成長シートの方にこうやって当てはめてみると、今回特徴的になってくるのが、7歳6ヶ月から9歳にかけて大きく右にシフトしているのがわかりますので、ここら辺ですね、まあ、例えば思春期症状がぐっと早くなってきたのであれば、かなり注意が必要になりますけども、9歳であれば思春期症状がすごく創発的に発症したって可能性は低いと思います。もしそうだとしたら、そこはすごく大きく左にシフトしていくことが推定されるんですけども、それはないので、比較的このままですね、真下に降りる傾向が強いのかなという印象になりますので、現在の直近のデータを見てみると、14歳4ヶ月157センチということで、成長シート当てはめてみると、165.3 から 166.0 が最終予測になって、まあ、それに対して前後が少し出てくるでしょうという表現になってくると思います。ただし、お父さんとお母さんの身長が比較的高いことから、もう少し期待値は上がるのかなというふうにも思います。もちろん、いつも通り説明している通りですけど、採血やレントゲンすると良い性格のことがわかるでしょうと。はい。そして最後ですね。S さんかな。4歳の息子は出産時 52.8 センチ、3044グラムでした。3歳6ヶ月 102.5 センチ、4歳で6ヶ月 106.1 センチです。現在大きめに感じは早熟で早く成長が止まるパターンではないかと、密かに恐れています。主人 170.5 センチ、私 155.5 センチです。私の両親は父166、母162です。幼少期、私は小さかったですが、早熟で、小学校で大きめに10歳で初長、中学生で概ね成長が止まりました。私は初長が早かったが、背が伸びなかったでしょうか。主人は幼少期、おそらく普通サイズで、詳しくは分かりません。小学生の写真は少し大きめだったように思います。主人の両親は、父160、母150だったので、育った方だと思います。息子の早熟を避けたいので、20時から20時半に寝かせております。しかし、早熟は遺伝なんでしょうか。先生のクリニックに通うと、情報修正治療してもらえますか。175センチに到達してほしいと願っています。ということで、まずね、今の現状を評価をしていきたいと思います。現在は4歳0ヶ月106センチということで、今現状としては大体180センチか181センチ程度なので、確かにお父さんとお母さんの身長からは、遺伝身長 169.5 なので、10センチ程度ですよ、オーバーパフォームという表現になります。こういう方の場合ですと、確かにおっしゃっていただいた通り、ずっと左に降りていくタイプっていうのはあります。そういう場合ですね、骨年齢とかはあまり早くなってなくて、単純にどん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 左に行くだけっていうパターンがありますので、確かにその可能性はあるかなと思いますので、注意が必要です。で、質問たくさんあるんですけども、ピックアップするポイントとしては、早熟が遺伝なのかというところなんですけども、遺伝する可能性は幾分かあると思いますので、ご理解いただければと思います。あと、情報修正できるかってことなんですけど、自費侵入という形であれば、可能は可能になると思います。ただし、それをね、やるべきなのか、よくお話してから検討するようにと思います。175センチってね、目標ということなんですけど、確かにね、目標としてちょうどいいような数値のようにも思います。参考になりましたでしょうか。今後も精神状に関することで、ね、配信していきたいと思います。身長の場所からチャンネル登録よろしくお願いします。身長ビヨン、バイバイ。筋肉質と身長伸びにくいのでしょうか。炭酸が縮む順番とかありますか。それは、目の前にチーズを食べると睡眠時に身長が伸びやすくなると聞いたことが、それは本当なんですか。